はい、どうも皆さんこんにちは、カリパイです。ついにねやってきましたラフトセカンドチャプターのリリース日について、公式からね発表がありました。最後ねこうバルボア島のねところで、キャラバン島のことについてね情報がありました。そのねキャラバン島を含むセカンドチャプターのリリースが決定しました。そのリリース日は2020年10月の8日。はい、この情報はですね、2020年9月25日日本時間午後11時に発表されました。来週のねどこかでまあなんかそれに関係するねトレーラーも公開予定ということだそうです。はい、というわけでね、せっかくなのでここからはセカンドチャプターにね関する様々なね、情報、公式がね発表してきた様々な情報について、ちょっとね順番に見ていきたいなと思います。まあすべてはねちょっと紹介しきれませんが、まあその中でね個人的に気になったところを中心に皆さんにご紹介したいと思います。はい、まずですね最初はこちらですね。これはですね、バッテリーチャージャーというようなね説明がされていました。まあこれはね何かっていうと、まあ、使い終わったねバッテリーをここにセットするとですね、またねバッテリーが充電されるような装置かなと思います。まあおそらくですね、バルブが出ているのでバイオ燃料のねタンクをつないでバッテリーをねチャージするんじゃないかなと個人的には予想をしています。はい、続いてはこちらですね。これはですね、まあ自動のね、ポンプでしょうかね、おそらく。はい、このようにですね、まあ水をね、自動的にポンプで吸い上げて、そしてね、スプリンクラーでね、給水ができると。まあめちゃくちゃね、はっきり言って、これは個人的に超ありがたい。これがね、あればですね、まあスプリンクラーのね、水の心配がなくなってですね、まあ、いわゆる、水がね、出なくて、草が枯れてね、動物が死んでしまうっていう、そういうね、事故を防ぐことがね、できるようになります。これは非常にありがたいですね。はい。さらに見ていきましょうか。はい。こんなね、画像も出ていました。まあ、これはですね、もう見たまんま、ジップラインですね。イカダの上にジップラインをね、貼ることができるようになると。まあこれはですね、まあ何かこう、便利になるというよりかは、まあこれで遊ぶことができるっていうことじゃないでしょうかね。はい。こちらのね、画像ですね。これを見るとですね、まあこれはキャラワン島だと思うんですが、人物のですね、左側に、どうもね、スクリーチャーのようなものが飛んでますが、ちょっとね、スクリーチャーの色が、従来のものと違う気がします。なので、バージョン違いのスクリーチャーでしょうかね。まあ、石を持ってるので間違いないと思います。はい。同じくですね、敵対生物としては、これですね。マッドホッグという名前だそうです。こういうね、生き物もいるみたいですね。つまり、まあ、キャラバン島にはですね、敵対生物が存在するということがこれでわかると思います。さらにですね、キャラバン島についてなんですけども、どうやらですね、まあ、バルボア島のようなね、ちょっと自然というか、人工物のね、少ない島っていう感じではなくって、まあ、これ見てわかるようにね、結構ですね、まあ、なんですかね、発達したね、街のような、そんな感じがしないでもありません。はい。特にね、このリリース日がね、公開された時に、出てきたこの画像を見る限りはですね、かなり近代的な都市をね、連想させるんじゃないかなと、そんな風に思います。もうね、結構背の高いビルが建ってたりっていうことでですね、まあこれを考えると、セカンドチャプターのね、ラフトの方向性が、まあ、ファーストチャプターとはね、随分大きく、異なっていってしまうのかなと、
というような気もします。楽しみですね。はい、まだまだですね、他にも細かいね、アイテムの紹介が、まあ、過去にされてきたんですけども、まあとりあえずですね、もういよいよ10月8日に、リリースがねもう決まっていますので、まああとはね、実際にねアップデートが来てのお楽しみということで、ワクワクしながらね10月の8日を待ちたいと思います。なお、10月8日のですね、まあ例えば日本時間で言ったら何時にアップデートが始まるかっていうのは、ちょっとまだわかりません。ただですね、まあ予想ですが、このラフトのね、会社レッドビートインタラクティブという会社がですね、実はスウェーデンにあるんですね。なのでもしかしたらそのスウェーデン時間でのリリースになるのかな、どうなのかなというような、気がします。まあ詳しくは分かりません。またね、何か情報が分かり次第、ご紹介したいと思います。はい、っていう感じでね、今回は、待ちに待ったねセカンドチャプターのリリース日が公開されたよというお話でした。また、次回の動画でお会いしましょう。